中本健太郎は、日本の元陸上競技選手、現指導者。専門は、主に長距離走、マラソン。主な実績に、2012年ロンドンオリンピック6位、入賞、2013年世界陸上モスクワ大会5位、入賞、2011年世界陸上テグ大会9位、2017年世界陸上ロンドン大会10位、2017年、 別府いた毎日マラソン優勝など。1982年12月7日、山口県豊浦郡菊川町出身。菊川中学校組合立菊川中学校時代は野球部に所属していた。道中学校卒業後の1998年4月、山口県立西市高等学校へ入学し、野球部から陸上競技部へ転校。 同高校卒業後の2001年4月、拓殖大学に入学、同大学陸上競技部へ入部する。西市高校時代は、全国レベルの選手ではなく、拓殖大学時代も、大きな実績は残していないが、2005年の、第81回東京箱根間、往復大学駅伝競争では、拓大のメンバーとして七区奏者で出場している。なお、 拓大陸上部の一年先輩には、後に男子マラソンで共にオリンピック代表に選出される藤原慎がいた。拓大卒業後の2005年4月に安川電機に入社し、同社の陸上競技部選手として活動。駅伝競争やトラック競技などでは力が出せなかったものの、当陸上部監督の三刀直樹に勧められてフルマラソンに挑戦する。 初マラソンは2008年の延岡西日本マラソンで3位だった。同年8月の北海道マラソンでは優勝した高見沢勝に次ぐ2位に入ったが、その後フルマラソンではしばらく不本意な結果が続いていた。2011年3月のび和子毎日マラソンでは日本人トップで3位の堀端博之に次いで日本人2番目の4位に入り、自身初めて サブテンの記録でゴールイン。この成績で世界陸上テグ大会男子マラソン代表に初選出された。その2011年9月の世界陸上テグ大会男子マラソン本番では、再び堀端に先を越されわずかに入賞はならなかったが、日本人2着の9位と検討した。翌2012年、ロンドンオリンピック男子マラソン日本代表を目指して、 同年3月の美和子毎日マラソンに出場。38km 付近で、堀端、広幸を追い越し一時日本人トップを走ったが、ゴール手前の三子山陸上競技場のトラックで、山本涼に抜かれて、2時間8分台の記録を脱しながら、日本人2着の総合合となった。しかしこのレースを呼び、安定感が評価され、ロンドン五輪男子マラソン、日本代表に、 最後の3番手で初選出された。同年8月、ロンドン五輪男子マラソンに出場。レース前半からアフリカ勢らの高速な展開に無理してつかず、自身のイーブンペースを守った。中間点あたりからレース後半にかけて徐々に追い上げて、数人の選手を追い抜いた結果、日本選手でトップとなる6位入賞を果たす。なおオリンピックの男子マラソン種目で、 日本人の入賞は2004年アテネオリンピックで油谷茂と諏訪トシナリの同時入賞以来2大会ぶりの好成績だった。翌2013年2月同年8月開催の世界陸上モスクワ大会男子マラソン選考会別府大分毎日マラソンへ3年ぶり2回目の出場に 28km 地点あたりから公務員ランナー 川内勇希との激しいデッドヒートを繰り広げたが、40km 過ぎの給水所で、川内のラストスパートについていけず2位に甘んじ、自己ベスト記録を18秒更新するも自身念願のマラソン初優勝はならなかった。川内に惜しくも敗れて、準優勝だった中本は、とにかく悔しさでいっぱいだが、彼のおかげで良いタイムが出た。次は、リベンジしたいとコメント。 それでも4月25日に世界陸上選手権へ、川内らと共に2大会連続2度目の日本、代表選出となった。2013年8月、世界陸上モスクワ大会男子マラソンに出場。日本勢が次々に脱落する中で、中本和人が粘ったが、30km 地点を過ぎた後戦闘集団のペースアップについていけず、徐々に交代。 メダル獲得にはあと一歩届かなかったものの日本人では位となり自身世界大会では最高順位の5位入賞でゴールイン。なお五輪に出場した翌年の世界選手権にも出走し男子マラソンの種目で連続入賞を果たすのは日本人で中本が初めての快挙となった。2014年2月の東京マラソンにエントリーしていたが 体調不良のため欠場。同年12月、世界陸上北京大会男子マラソン選考会の福岡国際マラソンへ1年4ヶ月ぶりにフルマラソン出場するも3 0トルを過ぎて日本人トップで4位、藤原正和らの争いから脱落し、結局12位に終わった。翌2015年2月の別府を置いた毎日、マラソンにも出走予定だったが、 左足の痛みと痺れにより出場を辞退した。2016年リオデジャネイロオリンピック男子マラソン国内最終選考会の同年3月のビワゴ毎日マラソンに出場3 0トル地点までは日本人首位争いに加わるもその後ペースアップについていけず脱落。最後は陸上競技場のトラックで川内に追い越され総合8位に終わり ロンドン五輪に続く、二大会連続のオリンピック日本代表選出は、ならなかった。なお、中本と同じ安川電機所属で、美和子毎日マラソニエ、一般参加出場の北島久志店が、総合2位に入り、リオ五輪男子マラソン日本代表入りが決定。なお、安川電機の所属選手としては、二大会連続の五輪日本代表選出となった。 2017年の世界陸上ロンドン、大会男子マラソン選考会を兼ねた、同年2月の別府大板毎日マラソンに出場。3 0トル地点で、中本のほかデレジェ・デベレ、フェリックス・ケニー、伊藤・大イ大石甲あたえの5人が、戦闘集団に。3 3トル過ぎで中本とデベレが抜け出し、優勝争いは2人に絞られる。 3 5トル地点の上り坂で中本がロングスパートを仕掛けると、デベレは何とか砕いていたものの3 8キロ付近で遅れ始め、その後中本の独走状態となる。この結果、マラソン自己記録に約1分及ばなかったものの中本は通算14回目のマラソンで悲願の初優勝を達成した。同じ世界陸上国内選考会で 同年2月の東京マラソン2017において日本男子2着だった山本博之のゴールタイムよりも20秒遅かったが中本のマラソン実績と日本男子で唯一の優勝等が加味され同年3月17日に世界陸上男子マラソンの日本代表へ正式に2大会ぶり3度目の選出となるタロンドン世界陸上男子マラソン日本代表は 川内祐樹と井上博人の2名が抜擢された。2017年8月6日開催の世界陸上ロンドン大会では中間点を過ぎて戦闘争いのロングスパートに対応できず徐々に後退レース終盤の 39km で9位に浮上したがゴール地点 1km 手前付近で川内に逆転されてしまい10位、世界陸上で2回目の入賞。 日本人主位は果たせなかった。レース後の中本は、最後は、川内くんについて行きたかったが、体が動かなかったと、悔しさをあらわにしつつ、今後競技を続けるかどうかはまだわからないが、日本に帰って練習したいと話していた。2018年8月26日の、北海道マラソンへ、同大会10年ぶりに出場。 レース終盤の 36km 付近で優勝争いから脱落するも男子の武装後合いながら2時間13分以内の記録をマークマラソングランドチャンピオンシップへの出場権を獲得した。2018年12月2日の福岡国際マラソンに出走したが 15km 過ぎで戦闘集団についていけなくなり完全脱落。 結局 25km 過ぎに自信フルマラソンで初の途中棄権に終わった。2019年9月15日マラソングランドチャンピオンシップ本番レースへ日本男子最年長の36歳で出走。スタート直後からハイペースで突っ走るしたらユータについていかず2集団で待機。17km 過ぎに一旦6位グループへ下がるも以降は マイペースで追走しつつ、27km 付近で、再び2位集団に追いついた。37km 過ぎ、それまで、独走状態だったシタラが極端に、ペースダウンしたのを2位グループがようやく捉え、その後中本が一時戦闘に立つなど熾烈な、優勝争いに加わった。だが、39km あたりで優勝した。 中村翔吾と2位の服部勇原ムバラのラストスパートに引き離されて交代、結果2時間12分台の8位に止まった。それでもゴール後の中本は自分なりに見せ場を作りたかった。何より走っていて楽しかった。東京五輪は最終目標だったので悔しいが、やれることはやれたと、充実した表情を浮かべながらコメントしていた。 2021年1月1日、第65回全日本実業団、対抗駅伝競争大会に、安川電機のチーム首相として、エース区間の4区を担当、38歳での出走となった。個人での記録は1時間5分54秒に止まった。ものの、ベテランとしての安定した走りを見せたが、これが、現役最後のレースとなった。 2021年2月26日、安川電機陸上部の公式サイトにて、同年2月28日付での現役引退を呼び、同チームのコーチへの就任が発表された。中本は、陸上との出会いが私を成長させてくれ、多くの方々との出会いをもたらせてくれた。これまでの現役生活は私にとって、かけがえのないものと、前向きに振り返るコメントをした。 コーチへの就任については、自分も入社当初はなかなか結果を出せずに苦しい時期があった。その経験を生かし選手一人一人と寄り添って、選手と共に目標に向かって精進いたしますと、意気込み、20年以上にわたる競技生活に終止符を打った。ありがとうございます。